こちら午前9時時点での天気図と雨雲の様子です。現在、沖縄地方の雨は小康状態にはなっているんですが、あの、前線が同じような場所に停滞しているため、大雨の恐れがあるんです。明日にかけても、はい、こちら予想天気図見ると同じような場所に前線が停滞しているのがわかります。大気の状態が不安定となるため、金曜日にかけては大雨の恐れがあります。大雨による土砂災害、また落雷や突風にも注意をしてください。 そして、明日以降は、沖縄地方以外でも落雷や突風に注意が必要なところがあるんです。発雷確率見ていきましょう。こちら、明日午後3時の発雷確率の予想なんですが、特に東北地方を中心に発雷確率がとても高くなっているのがわかります。 明日は夜にかけても、この発雷確率が高い状況が続きますから、関東甲信地方の山沿いから東北地方の方は、落雷や突風に十分に注意が必要となりそうです。そして金曜日にかけても、この発雷確率が高い状況を続きます。金曜日になりますと、関東南部でも発雷確率が高くなりますので、えー、関東の平野部でも雷雨や突風の恐れがあります。 この状況なんですが、週末にかけて大気の状態不安定となる恐れがありますから、週末に山のレジャーなど考えていらっしゃる方、最新の気象情報を必ず確認するようにしてください。それでは、明日の全国のお天気、マークで見ていきます。 明日も西日本から東海地方は日差しが出て気温が上がります。今日と大体同じぐらいの暑さが続きますから、熱中症対策しっかりとお願いいたします。一方で関東甲信地方、山沿いから北陸、東北地方では晴れていても天気は下り坂です。午後から急な雨や雷雨に注意をしてください。北海道は明日も引き続きひんやりとした体感が続きます。雨が降ったりやんだりのお天気でしょう。続いてこの先の全国のお天気です。 沖縄地方は金曜日にかけて前線が停滞しますから大雨に注意をしてください。そして、 九州地方から東海地方にかけて、土曜日にかけては日差しが出て気温の高い状況続くんですが、日曜日以降は天気の傾向が変わってきそうです。雨や曇りのマークが並んでいるのがわかります。これに伴って気温も低くなりそうです。東京は予想最高気温を見ていきますと、日曜日予想最高気温23度、月曜日は17度までしか上がりません。このところ暑さが続いていましたから、急激な気温変化で体調を崩さないようにお願いいたします。